一杯飲みましょう、昼間からね。飲みながら釣りガールを育てるから。おお、カメリン、こんにちは。今日ね、はい、カメリン、はい、あの酔っ払いの付き合いをしてもらいます。あ、はい、魚釣りをね、うん、まったり語りますよ。はい、お願いします。はい、昼間から酒を飲みながら釣りガールに釣りの厳しさを教える。はい、まずその前に私はこのようにやります。わかります？3対7。いや、5対5。いただきます。はい、パーッ、うまいっすよ。で、カメさんね、はい、うちは結構厳しいんですよ。はい、で、カメリンが以前動画の中で言ってくれたように、日本一の釣りガールを作るっていう壮大なプロジェクト、はい、そのためにはそのカマキリのようなサングラスが絶対必要。はいはい、じゃあちょっと釣りの授業を行きますね。はい、お願いします。飲みながらカメリンさん、ちょっとこれ気をつけてね。はい、針あるからね。はい、持ってください。はい、それは何でしょうか。ルアーです。フィッシングです。そのリールは何でしょうか。ワールドシャウラです。カメリンさん、はい、その釣りには、じゃあこれ、はい、もう一個あります。こっちね、気をつけてね。はい、はい、右手に持ったのもうリールが違うことないです。型が違います。右手に持ったのがスピニングリールと言います。スピニングリール、へえ。じゃあ左手に持ってるのはワールドシャウラです。いやいやいや、カメリンさん、ワールドシャウラあのちょっと違います。ですね、はい、左手に持ってるのは、はい、ベイトリールって言うんです。ベイトリール、はい、はあ、なるほど。カメリンさんは今まで生まれてから何回釣りしたことあるんですか。0回です。まだカメリン、また嘘言っちゃった。前釣り動画出たやん。3回ぐらい2回、3回ですかね。まだ3回しか、2回しか生まれてから釣りしたことなくて、はい、このバス釣りなんですね、これね。はい、で、バス、カメリンさんにはバスも海も今後釣りガールとして、うん、日本のトップを取っていただくと。はい、で、俺はカメリンっていうのはやっぱりその何か持ってる気がして、うん、やれるんじゃないかと思って。やれます。やれる。じゃあ行きますよ。はい、質問行きます。はい、はい、右手に持ってるリールはスピンベイト。え、スピンバーク。スピニングリール。スピニングリールです。じゃあ左手に持ってるのはワールドシャウラです。違うって。あ、それギャグだったの。リールリールリール、あー、ベイトリール。ベイトリール、はい。で、簡単に考えてもらって、はい、そのなんでリールが違うか分かります？スピニングとベイトと。釣る魚の大きさによるんですかね。いや、あのね、使う、簡単に言うと使うルアーによって違うんですよ。だから、右手に持ってるスピニングは、はい、まあ、こっちから見ると左側になるけどね、ちょっと上げてみて、はい、それはスピニングリールは軽いルアーを投げるとき、基本的には。なるほど。で、こっちから見て右側の、はい、そのベイトリール、ベイトリール、それは、まあ、いわゆるちょっと抵抗のある重いルアー、うん、いわゆる今ここにあるように網に見てもらって、例えば水抵抗の大きいルアーないな、ここに、うん、全部スピニングでいけるルアーしかないな。例えばこれが水抵抗のちょっと大きいルアーとしましょう。はい、で、重たいルアーだとしましょう。はい、その時はまあベイトでやった方が使いやすいよと、あいうところなんですよ。なるほど。で、カメリンは結構俺前缶釣り行った時にさ、もうみんながもう帰ろうとしてるのにまだ一人で釣りをずっとやってたから、はい、そのやり続ける、なんていうんですか、最後まで諦めない、そう、そこ心があるので、はい、結構釣りがあるとしたらそこが重要なんですよね。ああ、
釣れるまでやるっていうあれですね。そうです、もう帰らない、釣れるまで帰らないっていうハードな問題ですね。はい。ガメリさん、これね、おそらく再生回数前回の動画が3000回だったんですね、はい、ありがとうございます。なので今回も3000回ぐらいは行くと思うんですけど、ありがとうございます。その3000人の視聴者の方に、はい、今後のその釣りガールとして の, その心意気、あと、もうにわかでもいいんですよ、はい、初めてね、3回目で分かんないことだらけで、ただ気持ちと心意気をどうぞ。スピンベイトでお魚釣ります。スピンベイト、え、あ、スピンベイト、スピンベイト、スピンリール、スピニングリール、ああそうそうそう、それです。スピニングリールで、スピニングリール、スプニングリール、うん、スプニングリールで、うん、いっぱい釣りたいと思います。そうそう、で左のベイトリールはちょっと操作が難しいんですね。なんか操縦量も重たいです、こっちの方がちょこっと。そうですね、重い。それじゃあ何ですか、スピニングベイトリールの方、さっき言ってたワールドシャウラーちょっと待って待って待って、これ何、これバスパラですよ。バスパラ、バスパラってカメリさん書いてないですか、うん、どこですか、文字が、あ、これですか、バースバスパラですね、バスパラですね、うん、これはバスパラっていう竿ですね。そうですね、うん、ちなみにカメリ、ビールとか飲むんですか。ビールは飲まないんです。毎日飲んでるんですか、何飲んでるんですか。チューハイなんです。うん、ビールはちょっと苦いんで、ちょっと自分甘いのしか飲めないんです。そうですか、カメリ、俺も最近毎晩寝る前に酒飲んじゃって、ビール、あら、そうなんですか。ビール飲んじゃってさ、飲みすぎは良くないですよ。はい、で、もう毎日飲んでる、最近あのタバコ吸っちゃいけないって病院先生に言われちゃった。ああ、タバコも極力控えて、酒に逃げてる。今度アルコール損傷になっちゃいます。今度アル中ですね。そうそうそう、でも言ってもね、僕一杯2杯しか飲まないんで。ああ、じゃあ大丈夫です、ね、うん、そんなにいっぱい飲めない。だいたい今一杯飲んだら、もう多分もうそろそろ読んで、あの、絡んでいくからね、カメリまあでもカメリン、釣りガールはさ、はい、カメリンはどう釣りをやっていくってことに関して。いいと思います。ちょっとじゃあ今度海釣り行こうか。はい、釣りますよ。ボートもある、ボート。ボートはちょっと船酔いが、ああ、船酔いがないようなボートがあるから、はあ、そこでカメリン、ちょっと今でも日焼けしちゃうけどな。日焼けとか大丈夫か。日焼けは大丈夫です。真っ黒な日焼け止めを塗りまくっていきます。うーん、オッケーオッケー。ということで、あとまずカメリン、またいろいろ授業しておこう。もう名前から覚えないとね、話しすぎないから、はい、まあ、バス釣りから言うんですけど、はい、いろんなルアーがあるんですよ、うん、で、こういう、これ何かわかります。ルアーですね。そう、ルアーなんだけど、まあ、まあ、ミノーって言った方がいいかな。ミノー、こういうミノー系で、まあこういう、まあ難しいかわかんないか、あんまりあれこれ言っても。これは糸魚ですかね。これはね、スピノバイ、スピノバイ、言ってみてください。スピノバイ、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 これスピナーベイト、スピナーベイで、これはね、普通のルアーの10倍釣れちゃう。へー、すごーい。うん、だからみんながさ、状況にもよるんだけど、はい、みんながこういうさ、ルアー投げてて釣れない釣れないって時に、うん、だったらスピノボイ、スピノボイ、これを使うと超過が10倍になります。すごい、そのぐらい釣れる。で、それをみんな知らないから、うん、結構俺もその辺はね、うん、授業してってるんですけど、あとですねこれわかんないかな、言ってもカメリン。じゃあこれは、このルアーはワールドシャウラー。いや、違います、カメリンさん。はい、とにかくカメリンさん、これね、はい、世界で一番釣れるルアーです。結局バスの試合が海外、アメリカであるんですよ。はい、で、その時に優勝したチャンピオン、はい、世界のバス釣り大会で優勝した世界チャンピオンになった。それをこのルアーで取ったんです。へえ、これこそ、名前はスピンダブエイ、いや、ワールドシャウラー、スピンベイ、そう、スピンブエイ
スピンベイト。で、これで僕が琵琶湖で入れ食いにさせちゃったもんだから。あ、これで。ああ。で、そっから1年後ですよ。僕は琵琶湖の魚もう釣りすぎちゃって。はい。それで1年後にそのアメリカの人がそれでウィニングルアー。すっごいです。すごいでしょ。やばいですね。もっと褒めて。やばいです。さすが神ですね。海を響きくしたら。そうです。神にもうちょっと俺を褒めるスタイルで。はい。やっぱ人間って褒め合わないといけないじゃないですか。そうなんですよ。やっぱけなし合うよりね。うん。あのお互いを褒めてやらないとダメなんです。カメリンだったら俺も釣りガールとしてもね、なかなかまあガールやるっつって、まあたまにでいいですよ。だからはい、行きましょうね。行きましょう、うん、いいっす。わっしあとカメリンないっすか、他に。え、視聴者の人、視聴者の人に言いたい、皆さんこんにちは、カメリンです。今度はこのスピンベイト、まあこうやってやったらちょっとこっちは難しいから一回置いとこう。はい。で、前回あの缶釣り行ったじゃん。はい、行きました。半年前ね。はい。2月ぐらい行った時に、それで投げてて、カメリン投げ方とか分かったでしょ。分かりました。あの通りだから。うーん、あとはもう試行錯誤、自分なりの感じで。そう、自分なりにこうかな。で、カメリン最後釣ったじゃん、あの時。釣りました。何釣れたっけ、あの時。マス。ああ、ビアマスじゃなくてマスを釣ってね。まあまあ話ダラダラしてもうち動画が無駄に長くて尺が長くていい加減にしろって俺結構視聴者に文句言われてて、最後に締めにですね、はい、カメリンの必殺技を、はい、3000人のお客さんの前でお願いいたします。必殺技。え、いやカメリンさっきやりましたよ。あ、必殺技あるじゃないですか。どっちがいいですか。え、何がですか。もうカメリンさんに お任せします。ケッキチチバッケチ、何これ、ブワー、鬼滅の刃か。